下先生は100ミリシーベルトは安全であるということを事故当初直後に繰り返されていたことで非常にお母さんたちの怒りを買っておられたんですが、今日来てこの3日間を通していろいろな情報出てきましたが、今でも100ミリシーベルト以下は安全だというお考えでしょうか。これはおそらくフェーズの問題だと思いますが、クライシスコミュニケーションという話が出たと思います。非常事態は白黒はっきりとした形で安全か安全でないかの発言です。本来は国がすべきことだったと思いますが、当時は私が唯一現場にいましたので、そういう意味では100ミリシーベルトということでお話しさせていただきました。これは急性期の一度の被爆で100ミリシーベルトという意味であります。でその後国の指針が先ほど言った20ミリシーベルト1ミリシーベルト出ましたので、そういう基準でお話をしていますが、今でも明らかな発がんリスクが増えるのは疫学統計学的には100ミリ以上だということで、それ以下に関しては他のリスク、いろんな発がん因子がありますから、それをむしろ減らす方がとても大事だということで、誰もその100ミリシーベルトの環境下にずっと住んでいいとか、あるいはそこに住みすることは絶対ありえないことですので、その発言については私はきちんと説明してきたつもりです。それがきちんと伝わってなかったというのは非常に申し訳ないというふうに思っています。チェルノブイリでその事故が事故によるその被害が甲状腺がんが急増されたとする4年目5年目のフェーズに入るわけですけれども、今3年目のこのタイミングっていうのを山下先生、丹羽先生はどう捉えますか。今どういう時期ですか。今のご質問の意味は甲状腺がんについてという意味でしょうか。です、はい、今スクリーニングでこれだけの患者さんが27万人近くで見つかりましたので、この数は今日のご発表でもお分かりになっているように、ほぼスクリーニング効果であろうということは、今後この翌年翌々年という本格調査が26年4月から始まります。これは決して強制で皆様方に受けていただくものではなくて、ボランティアであります。甲状腺の調査は、事故のあった後、福島県の子どもたちを見守るという大きな目的でスタートしたものですから、その一環なくの甲状腺の超音波の検査であるということで、今後これを継続することがより重要で、先ほど何度も申しますように、被爆線量がほとんどないところでは、明らかな甲状腺が増えるとは考えていません。ですから本格的な調査が3年目から始まると、この3年間は先行調査あるいは予備調査ということでベースラインの甲状腺の頻度を明らかにしたということにとどまるので、これからが本格的な長期的な子どもたちを見守る体制づくりが重要になってくるというふうに考えています。山下先生が最後のまとめのところで、今後、甲状腺がんが増えるという予測はしていないというお話がありましたけれども、この意味はですね、現在の74例以上に一切増えないということなのか、その辺 その根拠になるなんか敷地みたいなものがあるのかどうか、もう少し詳しくお願いできますか。頻度の問題だろうと思います。で今のプレバランスについて今日言葉のいろいろ説明がありましたけれども、現在27万人で疑いを含めて75例ですよね。おそらく検証すればずっと出てくると思います。でその出方がどういう頻度か、ベーサルのスクリーニングに対して増えてくるかどうかということが極めて重要だと思いますが、これが簡単にいかないというのは、先ほど話したハーベスト効果で突然こういう検証をしましたから、根こそぎみんなこう最初に見つけたんだろうと、そうすると第二ラウンドに行くと少し減るんじゃないかという考え方もありますし、それから当然ある一定の数は出続けるわけです。でこの頻度はどのくらいかということは、実はチェルノブイリしか比較するデータはありません。理由は現在でもチェルノブイリでは超音波の口述のエコーを子どもたちにしています。でこのデータを大体概略で言うと1万人に数名、今でも事故後25年経って甲状腺が見つかりますから、そのくらいの頻度ではおそらく小児で見つかるのではなかろうかというふうな私たちは考えを持っています。
ごめんなさい、私がお伺いしたかったのは、その、まあ、今後1万人にするというお話がありましたけれども、現状で数を比較すると、おそらく100万人に300とかですね、従来考えていたよりも数百倍という数字になるんですけれども、この数字というのをスクリーニング効果という以上はどこかに敷地がないとですね、数として要するに何万人に要するに何万人に何人という数がこうお説明されるのであれば、その数字にどこかにこう地域みたいなのがないとですね、それどこまで増えると、じゃあその予想の範囲を超えるのかというのがよく分からなくなると思うんですけれども、ちょっと私はなんとなく質問は分からないんですが、例えば甲状腺がんは年齢とともに増えます。韓国でこれだけの多く見つかったということは、40代や50代では100人に1人見つかるんですね。ごめんなさい、40代50代ではなくて、小児甲状腺がんに関して県民健康管理調査の中で、これからじゃあそうするとどのぐらいまで数が増えるという予測というのは数としてはないということでしょうか。年齢がシフトしていきますから、同じ頻度で見つかるだろうと思います。1万人で数名単位で、いや、そうすると今の 100万人に300というそういう数字ではなくなる、あんまり1万人ミスフレですかね、という感じがしばらく続くという、今のレベルでしばらく続くという、まあ、それは一つ予想です、はい。ウクライナでは1992年以降、ベラルーシは1990年まで、子どもの甲状腺がんの多発というものが見られなかったというお話だったんですが、その1990ウクライナの1992年以前、それからベラルーシの1990年以前というのは、どのような健康調査を、特に甲状腺がんに対してどのような甲状腺がんの調査をされていたのか、今の日本のようなエコーを使った、超音波検査みたいなことをされていたのかどうかというのがあって、ともう一つなんですが、今日、この3日間の会議、非常にいろいろ参考になるお話たくさん伺えたんですが、この出席者についてはどなたがどのような基準で選考されたのか教えていただけますか。では私の方から、まず第一点は、直接ウクライナ・ベラルーシの成績レベルが良かったんでしょうけども、もう変えられましたので、私たちが入った91年までは超音波を使ったスクリーニングなされていませんでした。ですからそれまでは、それは90年、91年12月までは全ソ、つまりソ連全体の地域、まあ、がん登録といいますか中央登録でなされたデータがそのまま使われています。で、91年12月国が崩壊した後、いろんな団体が入り、それぞれの国々で超音波を使い出したということになります。で、第2点の出席者の選考はプログラム委員会で行われましたので、私もそのメンバーの一人です。で、丹羽先生、それから OECD 環境省で、主に今回は福島の甲状腺がんについてがテーマでしたから、広島、長崎の経験、それからチェルノブイリの経験、これを大優先をしました。で、その上で欧米のエピデミオロジスト、つまり疫学者、それから占領を評価できる人、そういう方々を従来のいわゆる国連機関、国際機関で活躍される方々を選ばせていただいたということになります。まあ、同じ検査ではないので、そこのところは単純に比較ができないというお話をされていたんですけども、そうであれば92年以降のチェルノ、例えばウクライナの増え方というのは、スクリーニング効果であったというふうには考えられないのかというのが1点と、ではなぜ国際社会はここはスクリーニング効果ではなく、放射能の影響だというふうな判断をされたのかということを、当時現場に入った一人として超音波を持って中に入って我々検査をしましたので、最初はスクリーニング効果ではないかという意見が当時からもありました。で、それはご指摘の通りであります。で、当時のプローベあるいは超音波機器はもう25年前ですから、20年前に私が入ったのは、今とも比較にならないぐらいに精度が悪いものであります。でもそれでも発見率は上がってきたと。で、問題は
これはベラルーシから92年のネイチャーに論文が出ましたけれども、この時の論文が反響を呼びました。そんな5年ぐらいでがんが増えなかった。献献学学をその後5年間しました。献献学学のあった後に、ちなみに10周年の取りまとめ、その時に世界のコンセンサスとしてこれはスクリーニング効果ではないということが議論されたんですが、それは発症時の年齢が0歳、3歳、5歳の人たちが当時10歳未満、10歳前後でがんが増えましたので、あの最初のピークはこれはおかしいということになりました。これが一番大きな理由だと思います。それから2つ目は線量との評価です。当時はまだ線量評価が不十分で、これは日本と違って全てがミルク、食の汚染の連鎖で甲状腺の放射線線量を評価しますから、実は全くもってばらつきが大きくて正確な値が出ませんでした。1000ミリシーベルトと言われたり、5000ミリシーベルトと言われたり、そういう中で3つの機関、これ国連機関もそうですけども、アメリカ、ヨーロッパ、それから旧ソ連邦がそれぞれ評価をし、その検証した結果が出るのが15年後、20年後となりました。こういう長い歴史のもとで、これは間違いなくトレンド、タイムコースとして順次、事故当時0歳から10歳の子どもたち、とりわけ5歳未満に集中して、この子たちが年齢が上がっていくに従って思春期が上がっていくという特定の母集団だけに、当時のもう消えてなくなった放射性要素を初期に取ったという方々だけに増えてきたということで、スクリーニング効果ではないだろうということになっています。ドイツテレビの西里と申します。山下先生に一つお聞きしたいのは、先ほど、他の発がんリスクということをおっしゃったんですが、この福島第一原発の事故に由来する、放射性物質による、リスク以外の他の発がんリスクというのは何を指して、おっしゃっているのか。自然発症の甲状腺がんの原因が何かということですよね。放射線以外だったとした場合に、放射線を浴びてないところでも小児甲状腺がんを出ます。特に思春期以降で、それがこういうスクリーニングしたことがありませんでしたから、その頻度がまだ分からなかった。ですから一見増えているように思いますけども、多分子どもたちがある頻度を持ってたんだろうと、そういうのが自然発症です。その原因についてはよく分かっていません。ただ考えられる原因としては、一つは遺伝的家族性の甲状腺がん、じいさんやおばあさんやお母さんにそういう人いるかなという家族歴が非常に重要になります。二つ目はいろんな意味での発がん物質です。これ皆様が毎日食事をされている添加物、あるいは農薬、そういうところに明らかな発がん物質が含まれます。甲状腺の特異的な発がん物質があります。そういういろんなものも総合して考え必要があるということで、他のリスクという話をしました。甲状腺の特徴的発がん、それも知られています。例えば典型的な農薬、ニトロスウレアというようなのがありますけども、あるいは、いろんな農薬が使われていますので、そういうものの摂取量が多ければ、そういう意味でも発がん物質ということは一つの大きな候補になるかというふうに思います。今のそのスクリーニング効果のお話なんですけれども、そうするとですね、今回の福島の調査を始めた時点でスクリーニング効果があるというのはある程度想像されていたのではないかと思うんですが、その説明というのは当時なかったと思うんですね。絶対に、だからこそ100万人に1人という数字が、かなり広く知られたわけで、なぜ当時そういうことをもう少しきちっとですね説明をされなかったのかというのは、これは鈴木さん先生か山下先生当時いらっしゃったと答えます。この間
新たに県民健康の検討委員会では倫理委員会に出さなかったかと言われたんですが、それには出してませんが、その当時の住民というか最初からスライドの中に今まで小児の疫学調査はされてないということを言った次に、この時点で超音波検査をやるとゆっくり育つ今まで発見されてなかった甲状腺がんが容易に多く見つかるっていう言葉を使ってずっと説明を続けております。それは検査を始める前からの説明でございます。でそれはどのくらいの数があるかっていうのは今日も昨日も議論になったようにやってみないとわからない。これはそれを計算するものではございません。で我々はこの制度でやってやっとその具合がわかるようになってきたっていうことがこの3年の近くになってきた経験だと思いますが、そういうことは最初から想定をして説明はさせてもらってます。私の方からしたことは、これは非常に内部でも十分議論しています。それに出すメッセージとして、私たちが心配したのは、住民に対してではなくて、まず、小児科の先生や甲状腺学科の先生たちが、初めてこういうのを見ますから、それが極めて誤解を招いたらいけないということでメッセージを出させていただきました。こういう福島で検診が始まりましたので、異常が見つかりますと。先生ときちんと説明してください。でこれまさにスクリーニング効果そのものであります。スクリーニングすることによってそれまで無症状で全く検査でもたくさん見つかります。でそういうメッセージをまず教育をしていくということから始めてますし、住民に対してもその今のまさに次々おっしゃったような形で説明が始まっています。